点目を決めました。マッチを得意のドリブルを生かした素晴らしいゴールです。バルタロックが右へ、中央から正面とシュートです。バーキャー、アズーリの秘宝ロベルト・バーキャー、なんとこのゴールでハットトリック達成となりました。アマトクチームテンポよく動かせている印象です。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうと打った、バーキャー、見事先制点を決めました。バック得意のドリブルを生かした素晴らしいゴールです。なってきました。トラップボールを取り返し、右にパスを出すよう声を出します。コッティから鋭いプレー、決めた、決めました。アズーリの主砲ロベルト・バーキャー、これで2点目、チームに大きく貢献します。後半40分、引っ越したら試合再開です。左にゴールに結びつく見事な采配。